ナザレは、ポルトガルの町、及び、基礎自治体。三つの教区を持ち、レイディア県に属す。コスタデプラタに面したポルトガル騎市のリゾート地である。言い伝えによれば、四世紀に、パレスチナのナザレから一人の聖職者が、聖母マリア像を持ち込んだことにちなんで、町の名がついたという。ナザレは、絵のように、美しい海辺の村として、町を売り込み、人気の観光地となった。 大西洋に面し、長い砂浜を持ち、夏季には観光客で混雑する。一方で、ナザレは漁民によって編まれる伝統的衣装も知られる。既婚女性たちは黒威を着込み、伝統的なスカーフで頭部を覆い、刺繍を施したエプロンを多色使いのフランネルのスカートの上に重ねる。これらの装束は今も時折見られる。街は三つの要素からなる。アプライアは海岸部、 オシーティオは、丘陵の頂上の旧市街。ペデルネーラは、その他丘陵頂上部である。アプライアとオシーティオとは、ケーブルカーで行き来ができる。海岸から標高110メートル地点の岩の上にある、シーティオに、最初の定住地ができた。住民は、バルバリア海賊、フランス、イギリス、オランダ各国の海賊たちからの略奪を避けるため、安全な基地を作ったのである。 こういった襲撃は19世紀初頭まであった。ノッサセせにーラだ。ナザレ教会は12世紀に騎士の命を聖母が救ったという伝説上の奇跡的鳥なしを記念し建てられた。9月8日の祝日にはナザレの聖母を記念する宗教行事と礼拝行進、その他に闘牛と民族舞踊が行われる。ありがとうございます。